日本山梨県南駒郡箕野部町下山下山は山梨県南駒郡箕野部町の地名である。郵便番号は409-2522。富士川の西岸に位置しており、南北に集落が伸びている。北側は早川との合流地点であり、また南側は梅平まで峠が続くことから古くから交通の難所となっている。江戸時代後期のカイ国史によると、 妖怪千葉塾から一里五町、南部宿から四里十五町とある。南昌院所蔵の大般若京奥垣によれば、地域拠点として、下山の地名が見られ、大二25年10月28日付、小笠原正康宛、足利義持五教書にも寸州王館の、要精であった南部と並び、下山の地名が記載されていることから、南北町、室町時代には、河地領における南部と並ぶ。 拠点地域であったと考えられている戦国時代には河内地方の国州、穴山市は南部を政治的拠点としていたが、武田市に従属した穴山信友の時代には本を下山に本を移転し、下山間が築かれた。以来、戦国期には南部と共に河内地方の拠点として機能した。天正10年6月2日に本能寺の変が発生すると、 神方にいた穴山信君は脱出する途上の6月3日に一気に襲撃され落命する。徳川家康は6月5日に三河国岡崎城へ帰還すると同時に開国における工作を開始する。下山には信君の子息である勝千代がいたが幼少であったため6月6日に家康は駿河にいた家臣の岡部正綱を派遣し、下山に菅沼城を築城させる。 穴山氏は、勝千代の死去により廃絶し、徳川家康の逸を、万千代により継承され、天正18年に天保され、開国を離れる。江戸時代には下山は、政治的拠点としての地位を失うが、本人や、トンや会所などが整備されていた記述がある。また、河内地方には、下山大区という大区集団が住んでおり、三延山駆動寺門前の三延大区と共に、主に、 河内地方を縄張りとして、自社の造営や改修を行っている。江戸時代になるとや寸州王冠が整備され、藤川周運も開始されると、当地も下山宿が設置され、美延山参拝客の宿場町や周運の中継地点として発展していった。対岸の大河内村とは、八木沢の渡し及び、帯金の渡しなどの渡し船でつながっていたが、対岸の箱島地区に、 ミノ線が通り1927年に、箱島駅が開業すると佳境が試みられるようになり、戦後トラス橋が架けられ、下山地区からミノ線をする者が増える一方で、これまでの渡し船は廃止されていった。一方、寸州王冠だった街道も1934年に、早川橋が佳境されて、自動車の往来が可能となり、さらに新早川橋の佳境をはじめとする、 道路整備により、国道52号に指定されると、モータリゼーションの発展により、自動車の往来が増大し、道路拡幅や、路車分離の整備を進める一方で、住居移動などによりかつての古い町並みは影を潜めるようになる。1889年の町村制の施行により、山梨県南駒郡福居村となったが、1896年に、福井村は、下山村になった。 1955年に、三野部町、豊岡村、大川千村と合併して、南駒郡三野部町下山となり、2004年の平成の大合併後文字はそのままとなっている。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。中央高速バス三野部線が通っているが、下山地区に停留所はない。北側にある新早川橋を渡ったところに、 オブバス停があり、そこからバスと新宿へ向かうことが可能となっている。下山地区に鉄道は通っておらず、対岸にある箱大島駅を利用することになる。上沢寺交差点から徒歩20分程度、下山新町から徒歩30分程度を要する。下山宿に関するカテゴリー。ありがとうございます。